潮流神社は宮城県仙台市青葉区熊金にある神社である。江戸時代には熊が根村の鎮守で明治時代に孫社になった。正式には遠流神社と表記する。熊が根の町の北にある赤岳山の中原にある。南向きの鳥居は山のふもとにあり、そこを通り抜けて石で固められた階段を登る。 登り詰めた先の平坦面の入り口に実用本位の簡素な長床がある。長床を通り抜けて平坦面の奥が本殿である。右に離れて主郎堂がある。創建は江戸時代以前で中世に遡る可能性があるがはっきりしていない。江戸時代の安永三年頃に作られた安永風土木書き出しには熊が根村の村鎮守として塩流れ山明神社があり。 今の塩竜神社にあたる。その伝えでは、塩竜神社の神は、塩釜明神の姉だという。社は、南向きで四尺、鳥居も南向き、長床も南向きで縦五軒、横一軒半あった。塩流山和光院という修験寺が別当であった。明治時代初めの神仏分離令により、塩流山神社に対する和光院の別当は、解消になった。 和光院はそのまま整備して廃寺になった。潮流山神社は1875年7月10日に損者になった。熊が、根村が町村制の施行で広瀬村の一部になってから、1919年5月23日に廃止され、神愛子にある諏訪神社に合祀された。これは内務省の神社合志政策によるもので、広瀬村の神社を一本化しようとしたものである。 しかしこの後も潮流神社に対する祭祀は途切れず今に続いた。神社は明治35年旧暦3月10日に火災に遭い、3年後の6月28日に新しく建て直された。この社殿は1954年に消失し、以後カリミアに移された。1975年4月に本殿、長床、酒労堂、鳥居が再建された。ウィキメディアコモンズには、 潮流神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。